両チームとも1本でボールを落とさなくなってきたんで、粘りとしてはね、非常に良くなってきたね。逆境とか苦しい場面に強い選手だよね。そうですね。まあ、なんて言っても忘れもしない第67回のクロア式、はいはいはい、ギャビンがあの時は足首を、ね、手術して、ね、で早々に帰国しちゃったんで、はい、クロア式はもう日本人のみで戦うかというような、はい、そんなあの大会だったんだけど、ね、はい、その時は落合とプラスして佐野がいたんだよね。そうですね、佐野がいて、で佐野をメインで実は使い続けてるんですけども、予選リーグの時の J テクト戦だったかな、はい、まあ、向こうには もちろんカジスキーもいて、はいはいはい、J テクトにかなりリードされた状況の中で、まあ、佐野に変えて落合を投入したら、まあ、8点差ぐらいあったのを落合でひっくり返しちゃったんだよね。そう、はいはい、予選リーグを1位で通過して、で決勝トーナメントに進んでいって、はい、で決勝トーナメント1回戦で FC に勝ち、その後、ね、準決勝でパナソニックに3対1で負けはしたけども、まあ、落合すごく頑張ってくれてるんで、ね、すごい活躍しましたよ ね。で印象的だったのがその時にあの落合が、ね、大号泣してた、はいはい、パナソニックに負けた後でこんな悔しい思いは初めてだって言って、もう絶対次はもうリベンジしてるっていうそんな意気込みでね、ずっと強化してくれてさ、あれはやっぱり忘れられない記憶だよね。そうですね、落合にとってもベストゲームだったのかな。いや、彼もね、ボール入ってから苦労したところもあったんですよね。そうだね、すごい頑張ってね、
どうしてもねオポジットポジションには外国人のね助っ人ができちゃうんでなかなか出場機会ってないんだけどもね、そういう苦しい場面とか本当に外国人調子悪い時とかスーパーサブ的にこう出場してくれて、そういった場面場面で常にねチームに貢献してくれたんで、本当に、ね、自分自身も監督やった時もね、彼のそういったところのパフォーマンスすごく期待してたんでね、それが見れなくなって残念だけどね、やっぱりこれは今の若い選手たちが引き継いでいて、しっかり休まれたいなと思いますね。そういった経験を、ね、次のうちに、そうだね、頑張ってもらいたいですね。HA は指導者にも興味を持ってるみたいなんでね、そういった経験をね、本当に若い世代の人がね感動しててくれると本当にいい指導者になるじゃないかなと。半分になれそうですね、もう7対6ですね。もう思い出話になっちゃう、解説。そうですね、はい、そう、まあ、梅野はなんてあれだよね、はい、2018-19 の V リーグ、はい、ファイナル6か、はい、あの時はまあファンの皆さんも記憶に新しい方もいると思うけども藤井がね、はいはい、シーズン途中で骨折をして、はいはい、すぐさま内定選手だった酒井をその時起用して、はい、で酒井も最初のうちはね本当に怖いものなさでというか、はいはい、本当に怖いもの知らずで、はい、トスを上げてくれてでチームも結構出してたんだけど、ね、やっぱり酒井も壁にぶつかってた早々にね、そうですね、セッターはねやっぱねいろいろ研究されるとね、そうなんだよね、うん、でまあ無事ファイナル6で進むことができて、ただもう酒井ももうちょっと壁にぶつかっちゃって、はい、もうニッチもサッチもいかないときに、はい、で梅野ってなって、はいはい、ファイナル6の初戦に梅野そのシーズンの、ね、初スタメンだからね、そうですよね、それまであまりこう出番もなくて、ね、急にそう、うん、僕外にいましたけど、それこそいやすごいなと思いましたよ、あの起用はそういったところでもね、本当腐らずにさ、はい、そうですね、で、ね、無事にその時は4勝1敗かでファイナル3に進んでいって、まあ、残念ながらファイナル3で JT に負けてはしまったけども、はい、その時優勝したパナソニックもファイナル6で勝ったからね、まあ、そうですね、その時のコーチのパナソニックのコーチのマウリシオか、はい、彼なんかがやっぱりあんなセッターがいたのかと、俺にはなんで隠してたんだっていうようなことを言ってたらしいんだから、はいはいはい、でファイナル3で JT にフルセットで敗れた時に、はい、マウリシオが一番喜んでたっていう話してたからね、パナソニックの関係者が、それぐらい夢のこう、ね、相手チームから恐れられた存在で、はい、チームによったら本当に心強い存在だったから、ね、今日はね、言葉は少ないですけど、やっぱこう試合になるとね、すごいこう頼もしい選手ですね、そうだよね、本当に周りにこうしっかり声かけてこう、ね、科目であんまりその自己主張はしないけどさ、任されたことをきちんとやりにくいという姿勢、はい、もあったし、非常にいい選手だからね、まあ、彼の場合はまだ引退というのに退団して、はい、まあ、チャンスがあればどこか他のチームに行くことになると思うので、はい、ま、彼がプレーしている姿というのは、ね、どこにちょっと見るといいなと思いますし、はい、彼自身もまだ指導者という道にも目標を持っているみたいなので、はい、そういったところでも、ね、活躍する望ましいところですね。思い出話をしている間にもう、そうですね、試合がもう10対10になって10対10、まあ、いいゲームになってましたねいい試合だね。今日はもうお互い本気で10対10からあと5点、
らしてどれだけ得点を取っていけるか。ボールが転がるようになってくると本当にチームとしての厚みが出てくると思うんですよね。2人をこれでしっかり送り出してね。そうですね。